日に当たると私は死ぬの。またしても嵐の後、あの島と共に謎がもたらされた。私たちは炎に包まれました。放火でした。そうだ、バイモン病さえなけりゃあんな伝説の捏造なんかなかったはずだ。誰であろうと後悔だけはさせたくないってな。俺の名は三千か、せつな。よろしくな。誰か女の子を助ける、そして世界を救う。浦島神社の宮司、ガランドサラです。私にはこの島を救う宿命があるんです。あんたのせいだぞ。自由になるつもりだったのに。その上今何しようとした、この変態全体漂着野郎。私も5年前に海で溺れて、それ以前の記憶がないの。だから一緒に探そう、刹那の忘れ物。どうして泣いてるの？変なの。なんで？私も変だ。